皆さんこんにちは。今回は、世界的に知られている恐怖映像について調査していきます。皆さんも一度は見たことがあるかと思います。鏡の中の女の子が、怖い顔になる映像です。私は知らずに動画を見て、めちゃくちゃ驚いた記憶があります。早速映像を見てみましょう。こちらになります。15秒ほどの短い動画になります。あらかじめ断っておきますが、最後に怖い顔が出てくるので注意してください。鏡の前で耳飾りをいじっている女の子がこちらを振り返ると、鏡の中の女の子はなぜかそのままこちらをじっと見ています。その後怖い顔になって終了というオチです。この映像、元ネタを探してほしいというリクエストがありましたので、今回はこの映像を調査していこうと思います。ちなみに、皆さんはこの映像を見たことがあるでしょうか？実は、国内、国外問わず、一時期ネットで大流行した映像なのです。Girl in the Mirror で検索していただくと、動画だったり GIF 画像だったり様々な場所に貼られていることがお分かりいただけるでしょう。恐怖映像といっても、びっくりフラッシュのような位置づけですね。さて、ここまで大流行したこの映像、元ネタはあるのでしょうか？ちょっと懐かしい映像ですが、比較的新しいものではないでしょうか。私は YouTube の関連動画に、よくこのサムネイルが表示されていたので印象に残っています。この映像、どこからやってきたのでしょうか？映っている女の子を見ると、海外で作られた映像である可能性は高そうです。というわけで、海外の掲示板の書き込みを調べてみました。レディットにて、この映像のGIF画像でスレが立てられています。このスレの中で、気になる書き込みがありました。これはどこから来た映像なのか、という問いに対して、アルバンドの MV に使われている、という書き込みが見つかりました。カナダ人の歌手、KO がリリースした曲、ケパブルの MV に例の映像が使われているそうです。早速見てきました。ちなみに、今も YouTube で見ることができるので、興味のある方は見てみてください。一見すると普通の MV のように見えますが、例の映像の一部が差し込まれています。例えば、ここですが、例の映像が使われています。この MV、投稿日が2009年となっており、バンドが作成した MV が元ネタであれば2009年から流行したのでしょう。しかし、ここで一つ問題が生じました。これより先にアップしていた投稿者がいたのです。スクリーマーウィキという、びっくり系の映像を集めたサイトがあるのですが、そこで例の映像も紹介されていました。その中に、NCOOK1234によって2008年にアップロードされたという記載があります。この投稿者を調べてみると、YouTube チャンネルがありまして、そこにアップロードされていました。投稿日は2008年1月4日。先ほどのバンドの MV の投稿日は2009年9月7日なので、1年以上も前にこの投稿者が映像をアップしていたことになります。バンドの MV は、あくまで YouTube の投稿日に過ぎません。もしかすると、以前からどこかで発表していた可能性も考え、使われている曲のリリース日を調べました。この曲が入っているアルバムも2009年発売なので、この MV は YouTube から持ってきた映像を取り入れただけである可能性が高いです。だとすると、MV は元ネタではありませんね。このことから、この投稿者が怪しいですね。この投稿者について、少し調べてみましょう。さて、彼の YouTube チャンネルを覗いてみると、他にも動画をアップしています。5個動画がアップされており、そのうち3個はホラー映像です。1個気になったのが、この動画。
これ、以前に動画にしたのですが、有名な恐怖映像、ベテの誕生日、の別バージョンです。首がもげるやつですね。ベテの誕生日は、心霊番組でよく紹介されていた恐怖映像なのですが、2009年頃から、テレビで流され始めています。こちらの動画、投稿日が2009年になっています。もしかすると、この投稿者はベテの誕生日の作成者である可能性もあります。だとすると、ホラー映像を作成して投稿している人物だということになり、例の映像の元ネタは、NCOOK 1234が作成した動画だと言えますね。この人物が映像クリエイターである根拠としては、2013年にアップされた動画にあります。ガンマズルフラッシュテストアフターエフェクツという動画で、銃の発砲効果のテスト動画です。モデルガンで撃つふりをして、そこに火花や効果音をつけることで、あたかも撃っているように見える映像をアップしており、この動画から映像編集に精通している人物だということはわかりますね。話を戻しますが、これらのことから、鏡の女の子の映像に関しては、この投稿者が自主制作した映像である可能性が高いと思います。余談ですが、ベテの誕生日の作者も、この人である線も出てきましたね。ちなみに、この2つの動画、1500万再生や1億再生もあります。すごい。投稿者が作成者である、と断言はできませんが、映像について調べているとこの投稿者よりも前に、どこかに貼られていた形跡はなさそうなんですよね。海外の映像だということで、そこまで詳しく調べることはできませんでしたが、おそらくこの人が作成したのだと私は考えます。以上が今回の調査報告になります。今見てもちょっとびっくりしますね、この映像。そういえば、日本にも三面鏡に映った子供の映像がありましたね。鏡の中の子供が、こちらを睨んでいるというやつです。あれ、海外でも結構話題になっていました。機会があればあの映像も調べてみたいですね。